トム・ソーヤーの冒険は、1876年に発表されたアメリカ合衆国の小説。著者はマーク・トウェイン。前書き、本編35章、そして終章で構成されている。少年少女向けの娯楽小説として書かれた作品だが、著者は前書きで、かつて少年少女だった成人たちにも読んでほしいと述べている。主人公のトマス・ソーヤー少年が、 ミシシッピ川のほとりの自然豊かな小さな町で、ハックルベリーフィンをはじめとする仲間たちと共に様々な冒険を繰り広げる。舞台は1840年頃のミズリシューリ終戦とピーターズバーグ。本作の大部分はマーク・トウェインが少年の頃に自身あるいは学友の身に実際に起きた出来事で、当時の子供たちの迷信もそのまま語られている。また、 主人公トムは三人の友人を融合させたキャラクターである。主人公の弟のシットはトウェインの実弟でありクレメンズ家の逸男であるヘンリー・クレメンズ。主人公のおばのポリー、おばさんはトウェインの実母であるジェイエン・クレメンズ。ハックはトム・ブランケンシップがモデルである。最も有名なエピソードの一つはトムがポリー、おばさんから罰として課せられた兵のペンキ塗りを 友人たちに自ら進んでやりたいと思わせ、しかもその交換条件として物品をせしめてしまうという第二章である。トムはその成功に味をしめて同じようなことを繰り返すが意外なオチが待っているという教訓的要素も含まれている。続編にハックルベリー・フィンの冒険、トム・ソーヤーの探検、トム・ソーヤーの探偵がある。そのうちハックルベリー・フィンの冒険は 自動文学の域を超え、アメリカ文学史にとって本作以上に重要な価値を持つと考えられていると同時に、21世紀に入っても物議を醸している作品である。また、ハック、フィンアンド、トム・ソーヤー・アマング・ザ・インディアンズ、トム・ソーヤー、エス・コンスピラシーといった未完成作品も存在する。トム・ソーヤーはおよそ10歳のいたずら森のワンパク少年である。 優等生の弟シドと共に、亡くなった母の姉であるおばポリーに引き取られ暮らしている。トムは、勉強嫌いだが、いたずらに情熱を傾け、学校や家の手伝いをサボることに知恵を働かせ、おばに叱られる毎日を送っている。街外れで、ホームレス同然に暮らしている少年、宿なしハックことハックルベリー・フィンは、トムの親友で、おばは、良い顔をしないが、 いつも一緒に遊んだりいたずらしたりしている。また、地方判事の娘で、同級生のベッキー・サッチャーの関心を引こうと躍起になったり、いけすかないきザな少年と特っくみ合いになったり、家出してミッシッピー側をイカダで折り海賊ごっこをやったりと、トムは、大人の決めた枠から外れた、無鉄砲な、しかし楽しい日々を過ごす。ある日トムは、ハックと共に、真夜中の墓地で殺人を目撃してしまう。 犯人のインジャンジョーは、前後不覚に酔っ払っていた男、マフ、ポッター老人に罪を着せるが、裁判の場で、トムに真実を告げられ、逃走する。夏休み、観光用洞窟の中で、トムとベッキーは迷子になり、暗闇と上と戦いながら、決死の脱出を図る。途中、行方不明のインジャンジョーと遭遇しつつもその手を逃れ、やっとの思いで町に戻る。 このことがきっかけとなり洞窟は鉄皮で封鎖され、トムの証言により鉄皮が開けられると合死したジョーが発見された。しかしジョーが洞窟で何をしていたのか気がかりなトムは、ハックと共に再び洞窟に入り、そこで財宝を探し当てる。なお、自作、ハックルベリーフィーンの冒険は、ハックの一人称で語られるが、彼によれば、本作で、トウェインの印だ。 冒険内容は、大体は、本当のことだが、ところどころ大げさに書いてあるとのことであるが、まるっきり嘘をつかない人間なんていない。ということで問題にしていない。セント・ピーターズのモデルとなったのは、マーク・トウェインが少年時代を過ごしたミズーリ州ハンニバルで、作品中の洞窟や川の中の島なども実在する。なお、フロリダ州にも、 セントピーターズバーグという都市が実在するが、本作とは無関係である。挿絵を描いたノーマン・ロックウェルは、洞窟のシーンを描くために、一週間、明かりなしで洞窟にこもったという逸話がある。挿絵の原画は、ハンニバルにあるマーク・トウェイン博物館で展示されている。また、ハンニバルで毎日開催される、トム・ソーヤー・デーズでは、フェンス・ペインティング・コンテストが開催され、 トムに憤した子供たちが、いかに悪キ風に、短時間で塀を塗るかを競う ?EN, ザ・ードベンチャーズ・オブ・トム・ソーヤーフィルム・アダプテーションスも参照。トム・ソーヤーの物語は、1917年のジャック・ピック・フォード主演作品を皮切りに、1995年のディズニーによるトム・ソーヤーの大冒険など、数回、映画化されている。また、2003年の劇場映画、 リーグオブレジェンド時空を超えた戦いには成長したトムが秘密諜報員として登場する。2014年ドイツにて実写映画トム・ソーヤーハックルベリー・フィンが作られる。マーク・トゥエイン役剣型リアクにバル・キルマーが老人の特殊メイクで出演している。ありがとうございます。